長期投資、まあ分散投資の話なんですけども、アクティブファンド、長期投資の例ってことですよね。まあアクティブファンドっていうのが長期投資の中にもあるんですね。まあインデックスファンドとアクティブファンドっていうのがあるってことなんですけども、まあ長期投資のケースとか具体例ですね。あと、まあ、始める長期アクティブファンドで長期投資を始めるにはっていうようなことも質問されてますね。まあ、インデックスと比べた場合ってことなんですけども、まあとにかくまとめて言うと、僕はインデックスファンドの方をお勧めします。まあ、長期投資こそですね、インデックスファンドですね。で、まあ自動的に、まあ、SP500 だったら分散投資にもなりますし、自動的にですね、毎月引き落とされる設定ですね。まあ、これは必須ですね。まあ、月3万円からでもいいんですけども、5万円10万円となるべく、まあ可能な限り銀行口座に入れておかないってことですよね。どんどん回して20年以上持っていくってことです。